はい、おはようございます。今日は長野県の上田市やってまいりました。こちら丸井上田店さんですね。街道日記は2ヶ月ぶりの収録となりますが、相変わらずの丸井上田店さん、朝の並びが今200名弱ぐらいですね、並ばれております。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お、ありがとうございます。152番ですね。よくない。はい、というわけで今日はですね、長野県上田市丸井上田店さんでの街道日記第944話となっております。よろしくお願いいたします。経験してみると、あ、やっぱ楽しいわって改めて思いますね。はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。さて、本日は長野県上田市にございます丸井上田店さんにやってまいりました。今日も朝から多くのお客様が並ばれる抽選でしたが、その中で152番とやや出遅れての入場となってしまい、ちょっとね、台を選ぶことはできず狙い消しにも座れませんでしたが、今回は朝一こちらパチスロ桜大戦熱き血潮に、かなり久しぶりの実戦になりますけれども、ちょっとバラエティ以外は台が取れなかったのでこちら打っていきたいと思います。それでは審査の街道日記第944話、よろしくお願いいたします。さあ参りましょう。だいぶ久しぶりに打ちます。なので、まあ基本的なゲーム性というか、どんな感じだったかぐらいは覚えてるんですけど、ちょっと細かいところはおさらいしながら打っていきたいと思いますね。いや、ゲーム性としては通常時、あ、ちょっと音下げます。通常時はですね、この好感度メーターっていうのがあります。それぞれのこう成立役に応じた色になってるんですけれども、通常時は対応役に応じてこの好感度をまず上げていくと。そして、いずれか1つでも 100% になればチャンスゾーン、あるいは ART のチャンス到来ということになります。で、またですね、恋愛役出現時は好感度メーターがアップするだけじゃなくて、この好感度をアップさせる特化ゾーン、突入の抽選がありますので、そのあたりに突入させれればチャンスゾーンのチャンスも早めにやってくるということになりますね。簡単に言うと、通常時は低撃チャレンジを目指して、そこで ART をつかめるかどうか、もうこれだけですね。その低撃チャレンジを迎えるためのいろんなイベントがこう行われているという、そんな感じですね。これね、今特殊リプレイですけれども、一気に 63%、まあ、内部的にここで 100% 到達したということで、もう完全に内部的には据え置き台という感じでしょうね。 100% 貯まるとここで8点となって、この連続演出成功でチャンスを突入ということになります。第2幕で止まりますね。あ、でも今回背景が赤なので、ここチャンスアップになります。さあ、連続演出成功でチャンスゾーンの決定チャレンジ期待しましょう。行きました。さあ、というわけで ART をかけたチャンスゾーン、でチャンスゾーンも3種類あるんですけれども、ここは仮想迎撃チャレンジというステージですね。10ゲーム間継続させれれば低撃ラッシュ ART 確定となります。敵襲なしなんで、ここはクリアですね。ここは敵襲なし、10ゲーム継続させれば低撃ラッシュなんですけども、終了条件がオシュンベルが成立したときにベルをこぼしてしまうと終了になります。ただレア役を引けば強制到達抽選もあります。で、強グラグの場合は確定ですね。お、だから、まあ、レア役を引くかベルを回避するか、これで10ゲームいけたら当たりですよね。あ、これが出るとピンチなんです、ベルをこぼしてしまうと。
ハテナが出るとピンチというチャンスを、ここは生かせず ART はお預けでございます。3つのチャンスゾーンの中では、まあ、期待度的には低めのチャンスゾーンでしたので、まあ、今の将来次に期待しましょう。会長、今度組手に付き合ってくれよ。あら、届きませんでしたか。お、ここはチェリー、ジャックチェリー。さあ、ベルが揃えば緑の交換度は 100% となります。うん、揃わない。届かない。あ、いった。はい、これで 100% となります。チャンスゾーンをまず迎えないといけません。もう500ゲーム超えてます。そろそろね。いけ。お、初めて第2幕を超えました。ここはチャンス。いけるんじゃない。あ、背景は青ですけど、さあ撃退チャレンジ突入なるか。いた。あとは成功させれるかどうかですね。さあ、ステージは仮想迎撃チャレンジということで、10ゲーム完走できれば ART 確定というチャンスゾーンですね。よしよし、このままレア越し、これが出るとピンチです。いけ。ベルがそれも OK。 OK、 おお、ここはレア役から殲滅成功でございました。というわけでゲーム数開始517ゲーム、投資の方が47枚の11本ですから517枚ですね。投資枚数517枚で最初の ART となります。低撃ラッシュ山、久しぶりに消化しますね。この山っていうのは、あの風林火山と書いてあるんですけど、 ART 中も実はこの好感度のアップ抽選を行われていて、100% 到達した時にはまあそれに応じた恩恵が受けられるという特徴ありましたね。で、山の場合は高確率の滞在ゲーム数がアップするという恩恵があります。純増は2枚とそこまで純増の高い ART じゃないんですけど、結構一撃数千枚っていう出るイメージは持ってるので、まあ1000枚ぐらい出てくれたら嬉しいですね。さあ、まずは1セット目。はい、まあ、ART 自体は前半戦の脇地バトルと後半戦の敵将バトルで、ここクリアできれば2セット目突入という流れになりますが、初当たり地は必殺技覚醒というところからスタートします。まあ、特化ゾーンですね。はい、さあ、これで、まあ、敵の残りが958体ありますが、この必殺技覚醒中にいかに減らせるかは結構大事になります。そう、ベルが引ければ撃破なんですよ。ベルが引ければこれで100体、150体、結構いいんじゃないですか。これで残り358まで減らしました。さあ、ここもベル頑張ってますよ。このままいけるんじゃない。あと158体、あと2回ベルが引ければ、あー、終わりか。でも必殺技確定800体撃破は大きいですね。で、ここはまだ前半戦の脇地バトル中ということになります。で、残りゲーム数小さいですけど、ここ見えますかね。まあ、基本的には30ゲームスタートで残り26ゲームってなってますね。で、この間が脇地バトルですから、まあ、十分いけるんじゃないでしょうかね。ここは、おお、またいった。引っ立たなかくて余裕でしょう。もう、
150出てくれば電撃波、これで残り21体、残り3ゲームありますからね。ベルが1回でも成立すればこれで OK。 はい、これでゼロになりましたね。全撃波、脇地全撃波となります。さあ今回500体ですね。ただもう脇地は全撃破できました。で、これね敵将バトルとなりますね。思い出しました、そうそうそう、ちょっと何やったっけって思い出しながら打ってたんですけど、脇地バトルを撃破したら敵将バトルに行きます。全撃破の後はで残ったゲーム数は次セットにゲーム数が持ち越されます。そういう特徴でしたね。これで1セット目クリアということですね。で残りが25ゲームありましたので、この分は次セットに持ち越され次セットスタートということになります。でこれが初期ゲーム数、これが初期ゲーム数プラス25で55ゲームスタートということですね。第2セット目がなのでできるだけ早めに肩をつけた方がその次のセットがまた有利になるということですね。お、ここも必殺の覚醒いきますかね。何かがもう潜伏してますこのステージ、夜桜ステージ。あ、今回は低撃チャンスでしたね。でこの低撃チャンスは低撃ラッシュのゲーム数の上乗せの特化ゾーンですね。ちょっと分かりにくいですけど、まあ初期ゲーム残り10ゲームで7が揃えば ART のゲーム数上乗せということになります。蒸気が尽きると終了、これですね。残りカットインの種類もいくつかあったと思いますけど、この青カットインでも十分揃ってくれますね。よし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 、これで30ゲームゲット。おお、低撃チャンスゲームプラス1。でただ ART のゲーム数を消化するだけじゃなくて、まあ、脇地バトル、敵将バトルがあったり、この低撃チャンスがあったり、先ほどの必殺技覚醒があったりと ART 中いろんなイベントが発生しますので、気づけば枚数が増えているという感じですね。おお、プラス30、これでもう70ゲーム獲得してます。2セット目もかなり有利に進められますね。これはなのでこうなると3セット目にどれぐらいゲーム数を持ち越せるか、この辺もね大事になりますね。はい、合計70ゲームでした。低撃チャンス結構うまく乗せれた方じゃないですか。これで2セット目残り120ゲームとなっています。まだこの脇地バトル残り521体と多く残ってますけれども、もちろん消化中はベルが引ければこのようにバンバン減らしていきますのでね、大丈夫でしょうと言っていたら、ここは強水化です。でちなみに今歌が流れてますね。 BGM 歌流れてるセットは継続濃厚で間違いなかったと思います。
継続になりまして30ゲームのプラス、残りが124ゲームになります。まあ、危なげなくここまで来てますよね。おお、ここも100体以上。さあ、まだ残りは106ゲームありますが、脇地バトル残り97体まで減らしてます。もうこの4セット目も全撃破濃厚となりました。残り9体、あと1回ベルを引けばクリアですね。これで全撃破になります。さあ、このセットも残り100ゲーム以上を引き継ぐ形となりますので、こうなるとまた5セット目が楽になりますよね。ただミロクとのバトル今繰り返してまして、倒せてないんですよ。ただの継続を繰り返してます。ここまでそろそろ倒したいな。はい、これでミロク撃破で5セット目突入となります。で、敵将を撃破したときには、まあ、一部で恩恵を授かることもありますね。ここは40ゲームきました。残りが142ゲームセット的には5セット目ですけど、まあ、ようやく今ミロクを倒したので、これが第3話ということになります。ストーリー、脇地バトル期待度は高いですけど、敵将バトル期待度は低めというセットですね。ただ残り140ゲームありますので、もちろんここも全撃破まで持っていきたいセットですね。継続は濃厚ですけれども、あ、やっとラセツを倒せそう。倒しましたね。はい、青木刹那、めちゃめちゃ強そうですよね。残り85ゲームからのスタートです。刹那撃破でございます。第5話までやってきました。天海、これでラストになります。さあ、ここまで全てのセット全撃破からの敵将バトルでしたが、ここに来て初めてですね、全撃破できずに迎える敵将バトルです。しかも相手は天然、まあ、勝てれば嬉しいですけど、ここは継続となるだけでも嬉しいところですね。頼むよ。ここまでか。復活でございました。あ、撃破、復活撃破でございます。これは正直終わってもおかしくないなというセットでしたので、めちゃめちゃ嬉しい逆転勝利。さあ、そしてエピソードゲームに入りましたね。30ゲーム、いや、だいぶ以前打った時から間が空いて、もう1年以上打ってなかったので、もう初打ちにほぼ近い感じで打ってましたけど、前打ってた時も桜団地面白いなって自分で言ってたのを覚えてたので、やっぱりこの NRT 経験してみると、あ、やっぱ楽しいわって改めて思いますね。さあ、これで30ゲームのエピソード消化になります。そして、あ、第6話、ここだ、覚醒サタンだ。
展開の後ですね、展開の後に出てくるこの覚醒サタン、ここを倒せば一応全クリみたいな感じですね。 ART 終わらないんですけど、ここを倒せばまた第1話に戻るという感じになります。ただ、まあ、全撃破してるんで継続は濃厚です。継続ははい、倒せはしませんでしたが継続ですね。最終決戦残り46体削れるかな。うん、 CB いけそう。よし、全撃破でサタンバトルになります。せっかくなら倒したいですよね。やばいでしょう。これでもう残り28ゲームです。早く倒さないと。 95% です。ここは今これで 97%、 まだ 100% には届かない。さあ4回目になります、サタンバトル。ここで勝ちたいですね。ここクリアできればさらに枚数を伸ばせる可能性十分ありますので、4回目負けるなよ。いざ決着。さあどうだ。あー、終わったか。ここまでサタンバトル4回目で負けですね。ただ獲得枚数1549枚ということで、収支的にはプラス1000枚以上残すことができてよかったと思います。はい、終了です。1000枚ぐらいのプラスがあればコイン持ちはいい台なので、割とこう通常ゲーム回していけるんですけどね。しばらく様子見ていきましょう。あんまり深追いしない方がいいような気がするな。持ち込みももう1000枚切ってますし、ちょっと他の台見ていきましょうか。さあ丸い上田店さん、今日は狙っていました凱旋座れずでしたが、盛り上がってますね。やはりこの辺り絆、そして凱旋、そして魔法少女窓かまいかのコーナー。うわー、やっぱ凱旋いいですね。リゼロが空いてますね。A、C、A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 。 一発リゼロで勝負してみてもいいですけどね。残り1時間半ぐらいなので実践できる時間が、白芸一発勝負なら割と面白いかもしれませんね。持ち込んでリゼロいきます。532ゲームでしたね。持ちコイン300枚弱、うーん、マイナスになってしまった。さあ行きましょう。強チェリー持ってこい、強チェリー持ってこい。弱チェリー。さあそれでは本日1回目の悪系攻略戦に参ります。その前に撃破率は60%、参ります。やるぜ。
頼むよ。さあ1セット目からちょっとヒヤッとしますね。うー、苦しい、微妙なファーストバトル、これはまずい、これはまずい。おお、レブ頑張って頑張って、あーダメか。おお、復活。さあ1体撃破しました。あと2体、頑張って隊長。ここも耳、ちょっとね1セット目も終わったかなって正直思いましたけどね、なんとか超えて2セット目。しかしここも耳からトーマス隊と良くないですね。あーでもトーマス隊で赤まで行った。ここはいける、いけるやろう。よし、さああと一つですね、あと一つ。次の白銀3体目撃破すれば今日は多分勝てますんで、とっても大事な3体目。スバル、ちょっとフライングしてしまいました。ここですね、スバル。レアコか、よし行け。ここでリカード欲しいな。また耳か。せっかくここまで来ましたからね、絶対終わらせたくありませんよ。あー、ちょっと耳から飛ばしたい。3連続、うわー、ここは危険。今日チェリー持ってこい。終わったな。いやー残念。どうしようかな。これ700ハマったら終わりなんですよ。700回せないんですよね、もう。だからやめます。お疲れ様でした。また遊んでください。ただ投資は517枚、持ち込みあるんで、もう一機種打ちます。絆が今日はすごい。あの別組も目立ちますけど、あ、すいません、かなり出てますよ。別組じゃないグラフを見てもこの辺もですね、プラスのグラフを描いてる台が多いですね。で出てやめられた台もありますし、すごい盛り上がりですね。うわー、すごい。ハーデスが一撃5700枚で今ゴッドステージ、これは万枚チャレンジですね。あとリベロもね、非常に後から高稼働を示してますけども、グラフ見ていただいたら分かるんですけど、明らかにこうね、もう設定6じゃないかっていうぐらい綺麗な右上がりを描いてます。まあこんな感じでもう綺麗に右上がりのグラフを描いてますでしょ。いやー、やっぱりね、こう人気どころはしっかりと設定が入っていますよね。もう設定入ってるって言っていいと思います。だってグラフがリベロなんてすごいですよね。あれだけ綺麗な右上がりグラフを示す台っていうのはやっぱり低設定ではなかなかっていうところありますもんね。あと絆もハーデスも良かった。まあ、凱旋はどうだろうね。凱旋よりむしろ絆、窓マギ、リベロですね。この辺りがすごかったですね。でリベロはもう多分両稼働6でしょ多分ね。グラフ見る限りほとんど200ゲーム台で当たってずっと右上がりで、その角2当たりもね良かったですしね。桜大戦でリベロのワンハクゲー花火、ちょっと僕はその高稼働の合間を縫るような
打ち方でかなり苦戦を強いられました。しかし桜大戦では一時1000枚ぐらいのプラスあったんですよね。あれを守りきれなかったっていうのは非常に残念でした。まあ、時間も決まってましたし、まあ、このカード状況なら仕方ないかなというところで、まあ、大敗は免れましたけど、まあ、中身としては非常に厳しい位置にございました。結局投資の方が611枚で交換ゼロということで、今回はマイナス611枚という結果でございました。連勝はストップです。ただこれから福岡に帰って明日また945は福岡県筑紫野実践となりますので、明日は連敗しないように地元福岡でしっかり結果を残したいと思います。以上 C さんの街道日記第944話でした。